よっよっよっやるか教えてよカルビー全くねえ俺やりますかもうプラチナじゃんでもプラチナいやモッドからプラチナだったよあそうなんだうん認定プラチナだったんだえいや認定はブロンズでいやてかアイアンだったわなんだらうーんであげたんだなんか連勝ボーナスあんじゃんう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 んあれで上がったえてかさアリケンさ1日でマスターとか言ってんじゃんうんえあれってさでもあれしょ連勝ボーナスないじゃんないよだからとにかく勝ちまくってるってことそう勝率 75% とかで勝ってるマジでちょダイヤ行きてえなまあいけると思うよまあセットあのブランカはセットプレイが強いからそれさえ覚えれば多分セットプレイねうん教えるわオッケーカスタムルーム入ってきてアリケンで検索すれば多分、ね、出てくるこれめっちゃいいかもてかちょっと待ってブランカでめっちゃ強いあれできんのあ違うねあできるわめっちゃ簡単だしかも連打でいけるやんえ、何どれこれいくようんえ、何それ何それそれやりたいんだけどそれカルビにやりたいんだけど俺ちなみにこれ最強技ねえ、それやりたいんだけどこれブランカの最強技これ端半分飛ぶやんこれ何がそれインパクト打った後うんアシスト丸をここで止めてブランカちゃんリンゴ出してうんこれ行って一発当てオーディー打ってやばすぎ SA1 フィニッシュもできるしもう何でもつながるこれはえやばすぎでもそれ確かに簡単だねちなみにクソ簡単これブラモダンモダンえこれねクラシックの10倍簡単だね、うん、モダンえマジでそうこのインパクトそうインパクト、うん、アシスト今日2回下下バツコアコパオーディー前三角アシスト前三角で終わりだからめっちゃ簡単だねえてかこれさ今思ったんだけどさえあこれかこの移動ってことねえ右スティック押し込みに入れれるんだけどあなんか設定でできるって言ってるわえねそこれ設定変更言ってうんこれ左スティック押し込みに入れようこれ設定変更で弱中強ボタンを左スティック押し込み、うん、入れたわ弱中強を左スティックねこれめっちゃいいじゃんこいつあれ左スティックでいいのうん左スティックでいい右左スティックかえめっちゃいいじゃんこれおいそうそれそれのなんかこれおもろいなそれのめっちゃ強いの押し行くぞそれのキモいところが、とかこういう動きできるああ強いねそれキモいだろとかあいやそれいいねえこれめっちゃ強いこれ逃げにもよくねえそう逃げにもいいねなんだっけなこっからこういうのもできる相手の、はいはい、相手の波動拳避けておいあ、いいねそうそうそうこれいいねめっちゃ簡単にできんじゃんねこれもしこれこのハメだけで多分一生殺せるよこうやってガチでそうとこれ俺も食らうもんだって殴ってしかもめっちゃ簡単に出る殴ってこの右行って掴みでしょそうで投げた後、うん、前サポこれサップフォーみたいな名前だったんだけどこう前サップをするとね、うん、置き攻めきるんだよねこうやってなるほどねそうであとちなみに、うん、これあったらこれ使うところありますなんとこうやってはいはいはい、はい、これの時ぐらい使うのなるほどねそうパニカンでパニカンになったらドーンって後ろに行くんだようんうんパニカンってあのそう画面に表記が出てくるからはいはいはい、はい、あパニカン取ったって思ったらドライブダッシュこれを狙ってもいいやってみるはい後ろため
ちょっと待ってね、ヒョウロリ、ヒョウロリ、オッケーオッケー、そう惜しい、ね、もっと早く、オッケー、あ、ミスった、あー難しいなこれやべ、ちなみにこれやってるやつは、あ、ブランカやってんなって、これね、やり込みポイント、ね、ブランカの、そうそうそう、結構ダメージ伸びるし痛いからね、うん、で基本で立ち回りの部分なんだけど基本大ロリ、そう、遠、はい、そう、遠距離来たら大ロリで敵が近くに ここぐらいまで来たら、うん、こういうの混ぜて一回な、そう、投げた後にこういうのでひたすらはめていく、なるほどね、そうで相手が攻撃してめっちゃもうガードして、基本もうブランカは相手の攻撃をガードね、そう、きついって思ったらこれやるか、うん、アシストボタン押しながら三角ガードしながらやってみ、うんうん、そう、これね、それでぶっ破するか、はいはい、相手の攻撃2発ぐらい避けた後にバックジャンプして、そう、はいはいはい、それの OD を使うかで、やばいのがそれ1回見せるじゃん、うん、うん、で掴もうとしてみて当たった後いくよ、あーなるほどね、そう、こういうグラガリ、そうか、これでもいいのか、そう、垂直シミってのが、で垂直シミ覚えてていいかもね、これね、本当に俺、うん、モダン使ってる時、ま、一生これしかしないんだけど、飛び攻撃するじゃん、うん、こっちがこうやって、うんうん、ガードしてガードしてみていくよ、ガガチガードやねん、でこういう動きを一回見せるじゃん、で、うん、もう一回やんねんこれ、うんうん、で投げ、次投げをしてみて、なるほどね、はいはいはい、はい、こういうので殺しを狙ったりっていう、その投げを狩る動きっていうのがブランカ、マジブランカ強いね、簡単だし、確かに2択ね、そう、これで掴んでもいいか、今さ、うん、お前に教えた連携って全部さ投げに行く連携じゃん、あ、そうだね、投げだね、そう、だから相手が投げをしてくるんだよ、そうなったら、うんうん、そうなった時に有効なんさ、こういうのは、はい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 、絶対こうやって掴んでくるって思わせて、そうそうそう、かわして上から行ってでもいいんだ、そう、たまにこういう垂直っていうエッセンスを入れることによって、うん、垂直か BR キーのこれやね、はいはい、後ろに歩いてアシスト丸、まあ、これも簡単、割と簡単、まあ、それ簡単だね、まあ、でも最初は垂直でいいと思うよ、でも俺は垂直の方が簡単だから、okay. っていうの狙えるようになったらもうなおいいね、なるほどね、わかった、うわ面白い、ちょっとマジ強くね、このキャラ簡単だしコンボとか、そう、めっちゃ簡単やね、ブランカ、うん、めっちゃ簡単、俺今モダンジュリーやって今キャミーやってんだけど、その2匹より全然簡単やね、こいつ、ちょっと一回さ、うちのリスナープラチナ隊と俺が戦うからさ、ちょっと見てみて、じゃあそれ見るわ、うん、見て覚えよ、何今の、あー、それうまいな、それちょっと打ってもいいな、いや、お前それはね、やばいわ、やばい、来た、こういう時に撃つんだよ、なるほどね、うわ、よくガードしてんな、それすげえな、お前、まあ、これはね、読み合い、お前それこれは読み合い、よくガードしてんな、むやみやたらにローリングはしないんだな、はいはいはい、そういう時ね、はい、うわ完璧だ完璧だはいはい、そういう時にそうそう、こういうのがドカーンな、そう、こういうのができるようになるといいよね、ちょもう一戦ぐらいいっとくか、うん、いや、てかモダン、ブランカ重いな、見てて、そう、めっちゃ強い、なんか簡単、思ってる以上に、うん、いや、うまっ、
はい。いやそれね、そう今投げたでしょ相手が、うんうん投げてきたね、そう投げる相手に対してはこういう垂直が刺さりますと。それも一回キック当たったらもうそこまでつなげれるもんな。そう簡単、マジ簡単、丸押しアシスト丸2回押して下、はいはい、R1 押すだけ。いやでも、分かった分かった、思った以上に動くな、モダン簡単だな、これいいな、これ結構ブランカ初心者おすすめキャラかもね、マジで。うん簡単、あかまあその俺が使ってるモダンキャラがむずいだけかもしれんけど、めっちゃ簡単な部類であるね。いやでも忘れないようにこれ毎日やんねえとな、ちょっとは。そうね、やんなくなったらもう一気に忘れちゃうわ。まあでも勝ち方はあんな感じよやっぱブランカは、うん、みんないいよ対戦会しとき、ありがとう、また教えてくれ。あまたやろう、ありがとうな、はいよお疲れ、おいお疲れ、おい